ネズミの嫁入り。楠山正雄。むかしむかし、ある家のお蔵の中に、お米を持って、麦を持って、粟を持って、豆を持って、大層豊かに暮らしているお金持ちのネズミが住んでおりました。子供がないので、神様にお願いしますと、やっと女の子が生まれました。その子はずんずん大きくなって、輝くほど美しくなって、それはネズミのお国で誰一人並ばない日本一のいい娘になりました。こうなると、もうネズミの仲間には見渡したところ、とても娘のお婿さんにするようなものはありませんでした。ネズミのお父さんとお母さんは、うちの娘は日本一の娘なんだから、何でも日本一のお婿さんをもらわなければならない、と言いました。そこで、この世の中で、誰が一番偉いかというと、それは、高い高い空の上から、世界中を明るく照らしておいでになるお日様の他にはありませんでした。そこでお父さんは、お母さんと娘を連れて、天へ登っていきました。そして、お日様に、お日様お日様、あなたは世の中で一番偉いお方です。どうぞ、私の娘をお嫁にもらってくださいまし。と言って、丁寧にお辞儀をしました。すると、お日様はニコニコなさりながら、それはありがたいが、世の中には私よりもっと偉いものがあるよ、とおっしゃいました。お父さんはびっくりしました。まあ、あなたよりも偉い方があるのですか。それはどなたでございますか。それは雲さ。私がいくら空でカンカン照っていようと思っても、雲が出てくるともうダメになるんだからね。なるほど。お父さんはそこで、今度は雲のところへ出かけました。雲さん、雲さん。あなたは世の中で一番偉いお方です。どうぞ私の娘をお嫁にもらってくださいまし。それはありがたいが、世の中には私よりもっと偉いものがあるよ。お父さんはびっくりしました。まあ、あなたよりも偉い方があるのですか。それはどなたでございますか。それは風さ。風に吹き飛ばされては私もかなわないよ。なるほど。お父さんはそこで今度は風のところへ出かけていきました。風さん、風さん。あなたは世の中で一番偉いお方です。どうぞ、私の娘をお嫁にもらってくださいまし。それはありがたいが、世の中には私より
もっと偉いものがあるよ。お父さんはびっくりしました。まあ、あなたよりも偉い方があるのですか。それはどなたでございますか。それは壁さ。壁ばかりは私の力でもとても吹き飛ばすことはできないからね。なるほど。お父さんはそこでまたのこのこ壁のところへ出かけていきました。壁さん、壁さん、あなたは世の中で一番偉いお方です。どうぞうちの娘をお嫁にもらってくださいまし。それはありがたいが、世の中には私よりもっと偉いものがあるよ。お父さんはびっくりしました。まあ、あなたよりも偉い方があるのですか。それはどなたでございますか。それは誰でもない、そういうネズミさんさ。私がいくら真四角な顔をして固くなって頑張っていても、ネズミさんは平気で私の体を食い破って穴を開けて通り抜けていくじゃないか。だから私はどうしてもネズミさんにはかなわないよ。なるほど。とネズミのお父さんは今度こそ本当に真から感心したようにポンと手を打って、これは今まで気がつかなかった。じゃあ私どもが世の中で一番偉いのですね。ありがたい、ありがたい。とニコニコしながら威張って帰っていきました。そして帰ると早速お隣の中助ネズミを娘のお婿さんにしました。若いお婿さんとお嫁さんは仲良く暮らして、お父さんとお母さんを大事にしました。そしてたくさん子供を産んで、オクラのネズミの一家はますます栄えましたとさ。おしまい。桃太郎、楠山正雄。むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。ある日、おばあさんが川のそばでせっせと洗濯をしていますと、川上から大きな桃が一つ、どんぶらこっこすっこっこ、どんぶらこっこすっこっこ、と流れてきました。おやおや、これは見事な桃だこと。おじいさんへのお土産に、どれ、うちへ持って帰りましょう。おばあさんはそう言いながら腰をかがめて桃を取ろうとしましたが、遠くて手が届きません。
おばあさんはそこで、あっちの水は辛いぞ。こっちの水は甘いぞ。辛い水は避けてこい。甘い水に寄ってこい。と、歌いながら手を叩きました。すると、桃はまた、どんぶらこっこすっこっこ。どんぶらこっこすっこっこ。と言いながら、おばあさんの前へ流れてきました。おばあさんはニコニコしながら、早くおじいさんと二人で分けて食べましょう。と言って、桃を拾い上げて、洗濯物と一緒にたらいの中に入れて、えっちらおっちら抱えてお家へ帰りました。夕方になって、やっとおじいさんは山から芝を背負って帰ってきました。おばあさん、今帰ったよ。おや、おじいさん、お帰んなさい。待っていましたよ。さ、早く拝んなさい。いいものをあげますから。おお、それはありがたいな。なんだね、その、いいものというのは。こう言いながら、おじいさんは、わらじを脱いで、上に上がりました。その間に、おばあさんは、棚から、さっきの桃を、重そうに抱えてきて、ほら、ご覧なさい、この桃を。と言いました。ほう、これはこれは。どこからこんな見事な桃を買ってきた？いいえ、買ってきたのではありません。今日、川で拾ってきたんですよ。え、なーに？川で拾ってきた。それはいよいよ珍しい。こうおじいさんは言いながら、桃を両手に乗せて眺めていますと、出し抜けに桃はポンと中から二つに割れて、おにゃ、おにゃ、と勇ましい産声を上げながら、可愛らしい赤ちゃんが元気よく飛び出しました。おやおや、まあ。おじいさんもおばあさんもびっくりして、二人一緒に声をあげました。まあまあ、私たちが常々どうにかして子供が一人欲しい、欲しいと言っていたものだから、きっと神様がこの子を授けてくださったに違いない。おじいさんもおばあさんも嬉しがってこう言いました。そこで慌てておじいさんがお湯を沸かすやら、おばあさんがおむつを揃えるやら、大騒ぎをして赤ちゃんを抱き上げて産湯につけました。すると、いきなり、と言いながら、赤ちゃんは抱いているおばあさんの手を跳ねのけました。おやおや、なんという元気のいい子だろう。おじいさんとおばあさんは、こう言って顔を見合わせながら、面白そうに笑いました。そして、桃から生まれた子供だというので、この子に桃太郎という名前をつけました。
おじいさんとおばあさんは、それはそれは大事にして桃太郎を育てました。桃太郎はだんだん成長するにつれて、当たり前の子供に比べてはすっと体も大きいし、力がバカに強くって、相撲をとっても近所の村中で叶うものは一人もないくらいでしたが、そのくせ気立てはすごく優しくって、おじいさんとおばあさんによく親孝行をしました。桃太郎は15になりました。もうその頃には日本の国中で桃太郎ほど強いものはないようになりました。桃太郎はどこか外国へ出かけて腕いっぱい力試しをしてみたくなりました。するとその頃いろいろな外国の島々をめぐって帰ってきた人があって、いろいろ珍しい不思議なお話をした末に、もう何年も何年も船を漕いでいくと、遠い遠い海の果てに鬼ヶ島というところがある。悪い鬼どもがいかめしい黒金のお城の中に住んで、方々の国からかすめ取った尊い宝物を守っている、と言いました。桃太郎はこの話を聞くと、その鬼ヶ島へ行ってみたくって、もういても立ってもいられなくなりました。そこで家へ帰ると、早速おじいさんの前へ出て、どうぞ私にしばらくお暇をください、と言いました。おじいさんはびっくりして、お前、どこへ行くんだ、と聞きました。鬼ヶ島へ鬼征伐に行こうと思います、と桃太郎は答えました。ほう、それは勇ましいことだ。では、行っておいで。と、おじいさんは言いました。まあまあ、そんな遠方へ行くのでは、さぞお腹が空くだろう。よーし、お弁当をこしらえてあげましょう。と、おばあさんも言いました。そこでおじいさんとおばあさんはお庭の真ん中に、えんやらえんやら大きな臼を持ち出して、おじいさんが杵を取ると、おばあさんはこねて、ペンタラコッコ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 と、お弁当のきびだんごをつき始めました。きびだんごがおいしそうに出来上がると、桃太郎の支度もすっかり出来上がりました。桃太郎はお侍の着るような陣羽織を着て、刀を腰に刺してきびだんごの袋をぶら下げました。そして桃の絵の書いてある扇子を手に持って、ではお父さんお母さん行ってまいりますと言って、丁寧に頭を下げました。では立派に鬼を退治してくるがいい、とおじいさんは言いました。気をつけて、
怪我をしないようによしよ。と、おばあさんも言いました。なに、大丈夫です。日本一のきびだんごを持っているから。と、桃太郎は言って、では、行ってきます。と、元気な声を残して出て行きました。おじいさんとおばあさんは、門の外に立って、いつまでも、いつまでも、見送っていました。桃太郎は、ずんずん行きますと、大きな山の上に来ました。すると、草むらから、ワン、ワン、と、声を上げながら犬が一匹駆けてきました。桃太郎が振り返ると、犬は丁寧にお辞儀をして、桃太郎さん、桃太郎さん、どちらへおいでになりますか、と尋ねました。鬼ヶ島へ鬼征伐に行くんだ。お腰に下げたものは何でございますか？日本一のきびだんごさ。一つください。お供しましょう。よーし、やるからついてこい。犬はきびだんごを一つもらって、桃太郎の後からついていきました。山を降りて、しばらく行くと、今度は森に入りました。すると、木の上から、キャッキャッと叫びながら、猿が一匹駆け降りてきました。桃太郎が振り返ると、猿は丁寧にお辞儀をして、桃太郎さん、桃太郎さん、どちらへおいでになりますか？と尋ねました。鬼ヶ島へ鬼征伐に行くんだ。お腰に下げたものは何でございますか？日本一のきびだんごさ。一つください。お供しましょう。よーし、やるからついてこい。猿もきびだんごを一つもらって、後からついていきました。山を降りて、森を抜けて、今度は広い野原へ出ました。すると、空の上で、けん、けん、と鳴く声がして、キジが一羽飛んできました。桃太郎が振り返ると、キジは丁寧にお辞儀をして、桃太郎さん、桃太郎さん、どちらへおいでになりますか？と尋ねました。鬼ヶ島へ鬼征伐に行くんだ。お腰に下げたものは何でございますか？日本一のきびだんごさ。一つください。お供しましょう。よーし、やるからついてこい。キジもきびだんごを一つもらって、桃太郎の後からついていきました。犬と猿とキジと、これで三人もいい家来ができたので、桃太郎はいよいよ勇み立って、またずんずん進んでいきますと、やがて広い海に出ました。そこにはちょうどいい具合に船が一艘つないでありました。桃太郎と三人の家来は早速この船に乗り込みました。
私は漕ぎ手になりましょう。こう言って犬は船を漕ぎ出しました。私は舵取りになりましょう。こう言って猿が舵に座りました。私は物見を務めましょう。こう言ってキジがへさきに立ちました。うららかないいお天気で、真っ青な海の上には波一つ立ちませんでした。稲妻のように、矢のように、目の回るような速さで船は走っていきました。ほんの一時間も走ったと思う頃、へさきに立って向こうを眺めていたキジが、あ、島が見えます、と叫びながら、パタパタと高い羽音をさせ、空に飛び上がったかと思うと、スーッとまっすぐに風を切って飛んでいきました。桃太郎もすぐ雉の立った後から向こうを見ますと、なるほど、遠い遠い海の果てにぼんやり雲のような薄黒いものが見えました。船が進むに従って雲のように見えていたものがだんだんはっきりと島の形になって現れてきました。ああ、見える見える。鬼ヶ島が見える。桃太郎がこう言うと、犬も猿も声を揃えて、万歳、万歳、と叫びました。みるみる鬼ヶ島が近くなって、もう硬い岩でできた鬼のお城が見えました。いかめしい黒金の門の前に見張りをしている鬼の兵隊の姿も見えました。そのお城の一番高い屋根の上に雉が止まってこちらを見ていました。こうして何年も何年も漕いで行かなければならないという鬼ヶ島へほんの目をつぶっている間に来てしまいました。桃太郎は犬と猿を従えて船からひらりと丘の上に飛び上がりました。見張りをしていた鬼の兵隊はその見慣れない姿を見るとびっくりして慌てて門の中に逃げ込んで黒金の門を固く閉めてしまいました。その時犬は門の前に立って、日本の桃太郎さんがお前たちを成敗においでになったんだぞ、開けろ開けろと叫びながらドンドンと扉を叩きました。鬼はその声を聞くと震え上がって余計一生懸命に中から押さえていました。すると雉が屋根の上から飛び降りてきて門を押さえている鬼どもの目をつつき回りましたから、鬼はたまらなくなって逃げ出してしまいました。その間に猿がスルスルっと高い岩壁をよじ登っていって、造作なく門を中から開けました。わーと時の声を上げて、桃太郎が勇ましくお城の中に攻め込んでいきますと、鬼の大将も
大勢の家来を引き連れて、一人一人、太い鉄の棒を振り回しながら、おう、おう、と叫んで向かってきました。けれども、体が大きいばっかりで、意気地のない鬼どもは、散々キジに目をつつかれた上に、今度は犬に向こうずねを食いつかれ、痛い痛いと逃げ回り、猿に顔を引っかかれ、おいおい泣き出して、鉄の棒も何もかも放り出して、降参してしまいました。おしまいまで我慢して戦っていた鬼の大将も、とうとう桃太郎に組み伏せられてしまいました。桃太郎は大きな鬼の背中に馬乗りにまたがって、どうだ、これでも降参しないか、と言ってぎゅう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 押さえつけました。鬼の大将は桃太郎の馬鹿力で首を絞められて、もう苦しくってたまりませんから、大粒の涙をボロボロこぼしながら、降参します、降参します、命だけはお助けください。その代わりに宝物を残らず差し上げます。こう言って許してもらいました。鬼の大将は約束の通り、お城から隠れ蓑のに隠れ傘、内出の小槌に如意宝珠、その他サンゴだの、お米だの、ルリだの、世界で一番尊い宝物を山のように車に積んで出しました。桃太郎はたくさんの宝物を残らず積んで、三人の家来と一緒にまた船に乗りました。帰りは行きよりもまた一層船の走るのが早くって、間もなく日本の国に着きました。船が丘に着きますと、宝物をいっぱい積んだ車を犬が先に立って引き出しました。キジが綱を引いて、猿が後から押しました。えんやらさ、えんやらさ、三人は重そうに掛け声をかけながら進んでいきました。うちではおじいさんとおばあさんが変わる変わる、もう桃太郎が帰りそうなものだが、と言いながら首を伸ばして待っていました。そこへ桃太郎が三人の立派な家来にぶんどった宝物を引かせて、さも得意らしい様子をして帰ってきましたので、おじいさんもおばあさんも大変喜びました。偉いぞ、偉いぞ、それこそ日本一だ。と、おじいさんは言いました。まあまあ、怪我がなくって何よりさ。と、おばあさんは言いました。桃太郎は、その時、犬と猿とキジの方を向いて、こう言いました。どうだ、鬼征伐は面白かったか。犬は、ワン、ワン、と、嬉しそうに吠えながら、
後ろ足で立ちました。猿は、キャッキャッと笑いながら白い歯をむき出しました。キジは、ケンケンと泣きながらくるくると宙返りをしました。空は青々と晴れ上がって、お庭には桜の花が咲き乱れていましたとさ。おしまい。一寸法師。むかーしむかーし、摂津の国の難波というところに、とある夫婦が住んでおりました。この夫婦には子供が一人もないものですから、住吉の明神様にお参りをしては、どうぞ子供を一人お授けくださいまし。それは指くらいの小さな子でもよろしゅうございますから。と一生懸命にお願いを申しました。すると間もなくおかみさんは赤ちゃんを宿しました。お願いが叶った。と、夫婦は喜んで、子供の生まれる日を、今日か明日かと待ち構えていました。やがて、おかみさんは、小さな男の赤ちゃんを産みました。ところが、それがまた、小さいどころか、本当に指くらいの大きさしかありませんでした。指くらいの大きさの子供でもと申し上げたら、本当に指くらいの子供を明神様がくださった。と、夫婦は笑いながら、この子供を大事にして育てました。ところが、この子はいつまで経っても、やはり指だけより大きくはなりませんでした。夫も諦めて、その子に一寸法師という名前をつけました。一寸法師は五つになってもやはり背が伸びません。七つになっても塔を越してもやはり一寸法師でした。一寸法師が往来を歩いていると近所の子供たちが集まってきて、やーい、チビが歩いてる。踏み殺されるなよ。つまんで噛みつぶしてやろうか。やーい、チビチビ。と、口々に言ってからかいました。一寸法師は黙ってニコニコしていました。一寸法師は16になりました。ある日、一寸法師は、お父さんとお母さんの前へ出て、どうか、私に、お暇をください。と言いました。お父さんはびっくりして、
なぜそんなことを言うんだ?と聞きました。一寸法師は胸を張って、これから京都へ登ろうと思います。と言いました。京都へ登ってどうするつもりだ?京都は天使様のいらっしゃる日本一の都ですし、面白い仕事がたくさんあります。私はそこへ行って運試しをしてみようと思います。そう聞くとお父さんはうなずいて、よしよし、それなら行っておいで。と許してくださいました。一寸法師は大変喜んで、早速旅の支度にかかりました。まずお母さんに縫い針を一本いただいて、麦わらで絵と鞘をこしらえて刀にして刺しました。それから新しいお椀のお船に新しいお箸の貝を添えて、住吉の浜から船出をしました。お父さんとお母さんは浜辺まで見送りに立ってくださいました。お父さん、お母さん、では行ってまいります、と一寸法師が言って船を漕ぎ出しますと、お父さんとお母さんは、どうか達者で出世をしておくれ、と言いました。ええ、きっと出世をいたします、と一寸法師は答えました。お椀の船は毎日少しずつ淀川を登っていきました。しかし船が小さいので少し風が強く吹いたり雨が降って水かさが増したりすると船はたびたびひっくり返りそうになりました。そういう時には仕方がないので、石垣の間や橋食いの陰に船を止めて休みました。こんな風にして一月もかかって、やっとのことで京都に近い鳥羽というところに着きました。鳥羽で船から岸に上がると、もうすぐ、そこは京都の町でした。五条、四条、三条と賑やかな町が続いて、ひっきりなしに馬や車が通って、おびただしい人が歩いていました。なるほど、京都は日本一の都だけあって賑やかだな、と一寸法師は往来の人の下駄の歯を避けて歩きながらしきりに感心していました。三条まで来るとたくさん立派なお屋敷が立ち並んだ中に、一番目に立って立派な門構えのお屋敷がありました。一寸法師は、何でも出世をするには、まず誰か偉い人の家来になって、
それからだんだんのし上がるしかない。これこそ一番偉い人のお屋敷に違いない。と思って、のこのこ門の中に入っていきました。広い砂利道を散々歩いて、大きな玄関の前に立ちました。なるほど、ここは三条の西将殿といって、羽振りのいい大臣のお屋敷でした。その時、一寸法師はありったけの大きな声で、ごめんください、と怒鳴りました。でも、聞こえないと見えて、誰も出てくるものがないので、今度は一層大きな声を出して、ごめんください、と怒鳴りました。三度目に一寸法師が、ごめんください、と怒鳴ったとき、ちょうどどこかへお出ましになるつもりで、玄関までおいでになった西将殿が、その声を聞きつけて、出てきてご覧になりました。しかし、玄関には誰もいませんでした。不思議に思って、そこらをお見回しになりますと、靴脱ぎに揃えてある雪駄の陰に、豆粒のような男が一人、背筋を伸ばして突っ立っていました。西将殿はびっくりして、お前か？今呼んだのは。と言いました。はい、私でございます。お前は何者だ？難波から参りました一寸法師でございます。なるほど、一寸法師に違いない。それで私の屋敷に来たのは何の用だ？私は出世がしたいと思って京都へわざわざ登ってまいりました。どうぞ一生懸命働きますから、お屋敷でお使いになさってください。一寸法師はこう言って、ぴょこんとお辞儀をしました。西将殿は笑いながら、面白い小僧だ。よしよし、使ってやろう。とおっしゃって、そのまま、お屋敷に置いておやりになりました。一寸法師は西将殿のお屋敷に使われるようになってから、体こそ小さくてもまめまめしくよく働きました。大変利口で気が利いているものですから、みんなから一寸法師、一寸法師と言って可愛がられました。このお屋敷に十三になる可愛らしいお姫様がいました。一寸法師はこのお姫様が大好きでした。お姫様も一寸法師が大層お気に入りで、どこへお出かけになるにも、一寸法師や、一寸法師や、と言ってお供にお連れになりました。だんだん
仲が良くなるうち、なんといっても二人とも子供ですから、いつかお友達のようになって、時々は喧嘩をしたり、いたずらをし合って、泣いたり笑ったりすることもありました。ある時また喧嘩をして、一寸法師が負けるということがありました。悔し紛れに一寸法師はそっとお姫様が昼寝をしておいでになる隙を伺って、自分が殿様からいただいたお菓子を残らず食べてしまって、残った粉をお姫様の眠っている口の端になすりつけておきました。そして自分は空っぽになったお菓子の袋を手に持って、お庭の真ん中に出て、わざと大きな声でおいおい泣いておりました。その声を聞きつけて、殿様が縁側へ出ていらっしゃって、一寸法師、どうしたどうした、とお聞きになりました。すると、一寸法師はさも悲しそうな声をして、お姫様が殿様からいただいたお菓子をみんな取って食べておしまいになりました、と言いました。殿様はびっくりしてお姫様のお部屋へ行ってご覧になりますと、お姫様は口の端にいっぱいお菓子の粉をつけて眠っておいでになりました。殿様は大層お怒りになって、お母さんを呼んで、なんだって姫にあんな行儀の悪い真似をさせるのだ、と厳しくお叱りになりました。するとこのお母さんは少し意地の悪い人だったものですから、お姫様のために自分が叱られたのを大層悔しがりました。そして悔し紛れにありもしないことをいろいろとこしらえて、行儀の悪いことを散々に並べて、いくら止めても馬鹿にして言うことをちっとも聞かないのです、とお言いつけになりました。西照殿はさらにお怒りになって、一寸法師に言いつけてお姫様をお屋敷から追い出して、どこか遠いところへ捨てさせました。一寸法師は飛んだことになって、お姫様が追い出されるようになったので、すっかり気の毒になってしまいました。そこでどこまでもお姫様のお供をしていくつもりで、まず難波のお父さんの家へお連れしようと思って、鳥羽から船に乗りました。すると間もなくひどい嵐になって、船はずんずん川を下って海の方へ流されました。それから風の間に間に吹き流されて、とうとう三日三晩波の上で暮らして、四日目に一つの島に着きました。その島には今まで話に聞いたこともないような不思議な花や木がたくさんあって、
一体人が住んでいるのかいないのか。一向に人らしいものの姿は見えませんでした。一寸法師はお姫様を連れて島に上がって、キョロキョロしながら歩いていきますと、いつどこから出てきたやら、二匹の鬼がそこへ飛び出してきました。そして、いきなりお姫様に飛びかかって、ただ一口に食べようとしました。お姫様はびっくりして気を失ってしまいました。それを見ると、一寸法師は例の縫い針の刀をきらりと引き抜いて、ぴょこんと鬼の前へ飛んで出ました。そして、ありったけの大きな声で、これこれ、このお方を誰だと思う。三条の殿様の姫君だぞ。うっかり失礼な真似をすると、この一寸法師が承知しないぞ。と怒鳴りました。二匹の鬼はこの声に驚いて、よく見ますと、足元に豆粒のような小男が、威張り返って突っ立っていました。鬼は、カラカラと笑いました。なんだ、こんな豆粒か。面倒くさい。飲んでしまえ。と、言うが早いか、一匹の鬼は一寸法師をつまみ上げて、ぱっくり一口に飲んでしまいました。一寸法師は刀を持ったまま、スルスルと鬼のお腹の中へ滑り込んでいきました。そうして中に入るとお腹の中をやたらに駆けずり回りながら、ちくりちくりと刀でついて回りました。鬼は苦しがって、ああ、痛い、ええ、痛い、こりゃたまらん。と、地面を転げ回りました。そして、苦し紛れに吐き出そうとしますと、一寸法師はまた、ぴょこりと、口から外へ飛び出しました。そして、刀を振り上げて、また鬼に切ってかかりました。すると、もう一匹の鬼が、生意気なチビだ。と言って、また、一寸法師を捕まえて、あんぐり、飲んでしまいました。飲まれながら、一寸法師は、今度は、素早く踊り上がって、喉の穴から、鼻の穴へ抜けて、それから、目の後ろへ這い上がって、散々、鬼の目玉を、突っつきました。すると、鬼は思わず、痛いと叫んで飛び上がったはずみに、一寸法師は目の中からひょいと地面に飛び降りました。鬼は目玉が抜け出したかと思ってびっくりして、大変だ、大変だと、後をも見ずに逃げ出しました。すると、もう一匹の鬼も、こりゃあかなわん、逃げろ、逃げろ、と、後を追っていきました。
ふん、弱虫め。と、一寸法師は、逃げていく鬼の後ろ姿を気味の良さそうに眺めて、やれやれ、大変でした。と言いながら、そこに倒れているお姫様を抱き起こして、親切に介抱しました。お姫様は気がついて立ち上がろうとしますと、裾からコロコロと小さな土が転げ落ちました。おや、ここにこんなものが。と、お姫様はそれを拾ってお見せになりました。一寸法師はその土を手に持って、これは鬼の忘れていった打ち出の小槌です。これを振れば何でも欲しいと思うものが出てきます。ご覧なさい。今ここで私の身長を打ち出してお目にかけますから。こう言って、一寸法師は打ち出の小槌を振り上げて、一寸法師よ、大きくなれ。当たり前の性になれ。と言いながら、一度振りますと、背が一尺伸び。二度振りますと、三尺伸び。三度目には、六尺に近い立派な大男になりました。お姫様は、そのたんびに目を丸くして、まあ、まあ、と驚いておいでになりました。一寸法師は大きくなったので、もう嬉しくって嬉しくって、立ったりしゃがんだり、後ろを振り向いたり、前を見たり、自分で自分の体を珍しそうに眺めていましたが、一通り眺めてしまうと、急に三日三晩、何にも食べないでお腹の減っていることを思い出しました。そこで早速、打ち出の小槌を振って、そこへ食べきれないほどのごちそうを振り出して、お姫様と二人で仲良く食べました。ごちそうを食べてしまうと、今度は金に銀、珊瑚、瑠璃、目の音、いろいろな宝を打ち出しました。そして、一番おしまいに、大きな立派な船を打ち出して、宝物を残らずそれに積み込んで、お姫様と二人、また船に乗って、間もなく故郷へ帰ってきました。一寸法師が殿様のお姫様を連れて、鬼から宝物を取って、めでたく帰ってきたという噂が、すぐに世間に広まって、やがて天使様のお耳にまで入りました。そこで天使様はある時、一寸法師をお召しになってご覧になりますと、なるほど、気高い様子をした立派な若者でしたから、これはただものではあるまいと、よくよく先祖をお調べさせになりました。それで、一寸法師のおじいさんが、堀川の中納言という偉い人で、無実の罪で
田舎に追われて、できた子供が一寸法師のお父さんで、それからお母さんという人も、やはり元は伏見の少将といった、これも偉い人の家系だということがわかりました。天使様は早速一寸法師に位をお授けになって、堀川の少将とお呼ばせになりました。堀川の少将は改めて三条の殿様のお許しを受けて、お姫様をお嫁さんにもらいました。そして、摂津の国の難波から、お父さんやお母さんを呼び寄せて、うち中がみんな集まって、楽しく幸せに暮らしましたとさ。おしまい。金太郎。むかーしむかーし、金太郎という力の強い子供がいました。相模の国足柄山の山奥に生まれて、お母さんと一緒に山で暮らしていました。金太郎は生まれた時からそれはそれは大変力が強くって、もう7つ8つの頃には石臼やもみぬかの俵ぐらい平気で持ち上げました。大抵の大人を相手に相撲を取っても負けませんでした。近所にもう相撲の相手がなくなるとつまらなくなって、金太郎は毎日森の中を駆け回りました。そしてお母さんにもらった大きなマサカリを担いで歩いて、やたらに大きな杉の木や松の木を切り倒しては木こりの真似をして面白がっていました。ある日、森の奥のずっと奥に入って、いつものように大きな木を切っていますと、のっそりと大きな熊が出てきました。熊は目を光らせながら、誰だ？俺の森を荒らすのは。と言って飛びかかってきました。すると金太郎は、なんだ、熊のくせに金太郎を知らないのか？と言いながらマサカリを放り出して、いきなり熊に組みつきました。そして足を引っ掛けて、ドシンと地べたに投げつけました。熊はすっかり参ったというように、両手をついて謝って、金太郎の家来になりました。森の中では大将である熊が、金太郎の家来になったのを見て、その後から、ウサギだの、サルだの、シカだのがぞろぞろついてきて、金太郎、どうぞ私も家来にしてください、と言いました。金太郎は、よしよし、と
うなずいて、みんな家来にしてやりました。それから金太郎は、毎朝お母さんにたくさんおむすびをこしらえていただいて、森の中へ出かけていきました。金太郎が口笛を吹いて、さあ、みんな来い、みんな来い、と呼びますと、熊を頭に鹿や猿やウサギがのそのそ出てきました。金太郎はこの家来たちをお供に連れて、一日中山の中を歩き回りました。ある日、ぼうぼう歩いて、やがて柔らかな草の生えているところへ来ますと、みんなは足を出してゴロゴロ寝転びました。太陽が気持ちよくポカポカと当たっていました。金太郎が、さ、みんな相撲を取れ。ご褒美にはこのおむすびをやるぞ。と言いますと、熊がムクムクした手で土を掘って土俵をこしらえました。はじめに猿とウサギが取り組んで、鹿が行司になりました。ウサギが猿の尻尾を捕まえて土俵の外へ持ち出そうとしますと、猿が悔しがってむちゃくちゃにウサギの長い耳を掴んで引っ張りましたから、ウサギは痛がって手を離しました。それで勝負がつかなくなって、どちらもご褒美がもらえませんでした。今度はウサギが行司になって、鹿とクマが取り組みましたが、鹿はすぐ角ごとクマにひっくり返されてしまいました。金太郎は、面白い面白いと言って手を叩きました。とうとう一番おしまいに、金太郎が土俵の真ん中に突っ立って、さあみんなかかってこい、と言いながら大手を広げました。そこでウサギと猿と鹿と一番おしまいにクマがかかってきましたが、片っ端からコロコロ転がされてしまいました。なんなんだ、弱虫だな、みんないっぺんにかかってこい、と金太郎が言いますと、悔しがってウサギが足を持つやら、猿が首に手をかけるやら、大騒ぎになりました。そして鹿が腰を押して、熊が胸に組みついて、みんな総がかりでうんうん言って金太郎を倒そうとしましたが、どうしても倒すことができませんでした。金太郎は最後にはじれったくなって、体を一振り、うんと振りますと、ウサギも、猿も、鹿も、熊も、みんないっぺんに、ゴロ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 、土俵の外に転げ出してしまいました。わあ、痛い。ああ、痛い。と、みんな口々に言って腰をさすったり
肩を揉んだりしていました。金太郎は、さあ、俺に負けてかわいそうだから、みんなに分けてやろう。と言って、ウサギと、サルと、シカと、クマを、周りにぐるりと並ばせて、自分が真ん中に座って、おむすびを分けて、みんなで食べました。しばらくすると、金太郎は、ああ、うまかった。さ、もう帰ろう。と言って、また、みんなを連れて、帰っていきました。帰っていく、道々も、森の中で、駆け比べをしたり、岩の上で、鬼ごっこをしたりして、遊び遊び行くうちに、大きな谷川の淵へ出ました。水はゴーゴーと音を立てて、えらい勢いで流れていきますが、あいにく橋がかかっていませんでした。みんなは、どうしましょう。後へ引き返しましょうか、と言いました。金太郎は一人平気な顔をして、なーに、いいよ、と言いながらそこらを見回しますと、ちょうど川の岸に二抱えもあるような大きな杉の木が立っていました。金太郎は、マサカリを放り出して、いきなり、杉の木に、両手をかけました。そして、二三度、ぐんぐん押したかと思うと、メリメリ、と、ひどい音がして、木は、川の上に、どっさりと倒れかかって、立派な橋ができました。金太郎はまた、マサカリを肩に担いで、先に立って渡っていきました。みんなは顔を見合わせて、点で、えらい力だなぁ、と、囁き合いながらついていきました。その時、向こうの岩の上に、木こりが、一人隠れていて、この様子を見ていました。金太郎が無造作に大きな木を押し倒したのを見て、目を丸くしながら、どうも不思議な子供だな。どこの子供だろう。と、独り言を言いました。そして、立ち上がって、そっと金太郎の後についていきました。ウサギやクマと別れると、金太郎は一人で、また身軽に、ひょいひょいっと谷を渡ったり、崖を伝わったりして、深い深い山奥の一軒家に入っていきました。家の周りには白い雲が湧き出していました。木こりはその後からやっと木の根につかまって登ったり、岩角につかまったりしてついていきました。やっとうちの前まで来て、木こりが中を覗きますと、金太郎はいろりの前に座って、お母さんに、熊や鹿と相撲を取った話をせっせとしていました。お母さんも面白そうにニコニコ笑って聞いていました。その時、
木こりは出し抜けに窓から首をぬっと出して、これこれ坊や、今度はおじさんと相撲を取ろうと言いながらのこのこ入ってきました。そして金太郎の前にけむくじゃらな手を出しました。お母さんはおやと言って不思議そうな顔つきをしましたが、金太郎は面白がって、ああ取ろうとすぐむくむく太った可愛らしい手を出しました。そこで二人はしばらく真っ赤な顔をして押し合いました。そのうち木こりはふと、もうよそう、勝負がつかないと言って手を引っ込めてしまいました。それから改めて座り直してお母さんに向かって丁寧にお辞儀をして、どうも出し抜けに失礼しました。実はさっき坊ちゃんが谷川のそばで大きな杉の木を押し倒したところを見て驚いてここまでついてきたんです。今また腕相撲を取っていよいよ力が強いのに驚きました。この子は今に強い勇士になりますよ。こう言って今度は金太郎に向かって、どうだね、坊やは都へ出てお侍にならないかいと言いました。金太郎は目をクリクリさせて、ああお侍になれるといいなと言いました。この木こりのような男は実は薄井の貞光と言って、その自分日本一の偉い大将で名高い源頼光の家来でした。そしてご主人から強い侍を探してこいという仰せを受けて、こんな風に日本の国中をあちこちと歩き回っているのでした。お母さんもそう聞くと大層喜んで、実はこの子の亡くなりました父も坂田という立派な氏を持った侍でございました、わけがございましてこの通り山の中に埋もれておりますものの、良いご縁があればいつか都へ出して侍にして家の名を継がせてやりたいと思っておりました。そういうことでしたらこの通りのわんぱくものでございますが、どうぞよろしくお願い申しますとさも嬉しそうに言いました。金太郎はそばで二人の話を聞いて、嬉しいな嬉しいな、俺はお侍になるんだと言って小躍りをしていました。金太郎がいよいよ薄井の貞光に連れられて都へ登るということを聞いて、熊も鹿も猿もウサギもみんな連れ立ってお別れを言いに来ました。金太郎はみんなの頭を代わり番子に撫でてやって、みんな仲良く遊んでおくれと言いました。みんなは金太郎さんがいなくなって寂しいな、早く偉い大将になってまた顔を見せてくださいと言って名残惜しそうに帰っていきました。
金太郎はお母さんの前に手をついて、お母さん、では行ってまいりますと言いました。そして貞光の後について胸を張って出て行きました。それから幾日も幾日もかかって、貞光は金太郎を連れて都へ帰りました。そして頼光のお屋敷へ行って、足柄山の山奥でこんな子供を見つけてまいりましたと金太郎を頼光のお目にかけました。おお、これは珍しい、強そうな子供だと頼光は言いながら金太郎の頭をさすりました。だが金太郎という名前は侍にはおかしい。父親が坂田というのなら、今から坂田金時と名乗るがいい。そこで金太郎は坂田の金時と名乗って頼光の家来になりました。そして大きくなると偉いお侍になって、渡辺の綱、浦部の末竹、碓井の貞光と一緒に頼光の四天王と呼ばれるようになりましたとさ。おしまい。浦島太郎。むかしむかし、丹後の国の水の江の浦というところに、浦島太郎という漁師が住んでいました。浦島太郎は毎日釣り竿を担いでは海へ出かけて、タイやカツオなどの魚を釣って、お父さんとお母さんを養っていました。ある日のこと、浦島がいつものように魚を釣って家に帰る途中のことでした。子供が五六人砂浜に集まってガヤガヤ言っていました。何かと思って浦島が覗いてみると、小さい亀の子を一匹捕まえて棒でつついたり石で叩いたり散々にいじめているのです。浦島は見かねて、まあそんなかわいそうなことをするものではない、いい子だからやめなさいと止めましたが、子供たちは聞き入れようともしないで、なんだいなんだい、かまうもんかいと言いながら、また亀の子を仰向けにひっくり返して足で蹴ったり砂の中にうずめたりしました。浦島はますますかわいそうに思って、じゃあお兄さんがお金をあげるから、その亀の子を売っておくれと言いますと、子供たちは、お金をくれるならあげてもいいよと言って手を出しました。そこで浦島は
お金をやって亀の子をもらい受けました。子供たちは、お兄さんありがとう、また買っておくれよとワイワイ言いながら言ってしまいました。その後で浦島は甲羅からそっと出ている亀の首を優しく撫でてやって、やれやれ、危ないところだった。さあ、もうお帰り。と言って、亀を海岸まで連れて行って話してやりました。亀はさも嬉しそうに首や手足を動かして、やがてブクブク泡を立てながら水の中に深く沈んで行ってしまいました。それからしばらくの時が過ぎて、浦島はまた船に乗って海へ釣りに出かけました。遠い沖の方までも漕ぎ出して一生懸命魚釣りをしていますと、後ろの方から、浦島さん、浦島さんと呼ぶ声がしました。おや？と思って振り返ってみますと、誰も人の影は見えません。その代わり、いつの間にか一匹の大きな亀が船のそばに来ていました。浦島が不思議そうな顔をしていると、私はかつて助けていただいた亀でございます。おかげさまでここまで大きくなることができました。今日はそのお礼に参りました。亀がこう言ったので、浦島はびっくりしました。ああ、そうかい。わざわざお礼なんか言わなくて大丈夫だよ。でも、本当にありがとうございました。ところで、浦島さん、あなたは竜宮をご覧になったことがありますか？いや、話には聞いたことがあるが、まだ見たことはないよ。では、ほんのお礼の印に、私が竜宮を見せて差し上げようと思いますが、いかがでしょう？へえ、それはいいね。ぜひ行ってみたいが、それは海の底にあると聞いているよ。どうやって行くんだい？私にはとてもそこまで泳いではいけないよ。何？簡単なことでございます。私の背中にお乗りください。亀はそう言って背中を出しました。浦島は恐る恐る言われるままに亀の背中に乗りました。亀はすぐに白い波を切ってずんずん泳いでいきました。ザーザーという波の音がだんだん遠くなって、青い青い水の底へただもう夢のように運ばれていきますと、ふと周りがパッと明るくなって、白玉のようにきれいな砂の道が続いて、向こうの方に立派な門が見えました。その奥にキラキラ光って目のくらむような金銀の屋根が高くそびえていました。さあ、竜宮へ参りました。亀はこう言って浦島を背中から下ろして、
しばらくお待ちください。と言ったまま、門の中へ入っていきました。まもなく、亀はまた出てきて、さあ、こちらへ。と、浦島を御殿の中へ案内しました。タイやヒラメやカレイやいろいろなお魚がもの珍しそうな目で見ている中を通って御殿に入っていきますと、乙姫様が大勢の従者を連れてお迎えに出てきました。やがて乙姫様に案内されて、浦島はずんずん奥へと歩いていきました。目能の天井にサンゴの柱、廊下には瑠璃が敷き詰めてありました。こわごわその上を歩いていきますと、どこからともなくいい匂いがして、楽しい音楽が聞こえてきました。やがて、水晶の壁に、いろいろな宝石を散りばめた大広間に通りますと、浦島さん、ようこそおいでくださいました。先日は、亀の命をお助けくださいまして、誠にありがとうございます。何にもおもてなしはできませんが、どうぞゆっくりおくつろぎくださいまし。と、乙姫様は言って、丁寧にお辞儀をしました。やがて、タイを頭に、カツオだの、フグだの、エビだの、タコだの、大小いろいろな魚が珍しいごちそうを山のようにたくさん運んできて、賑やかな宴が始まりました。綺麗な従者たちは歌を歌ったり踊りを披露しました。浦島はただもう夢の中で夢を見ているようでした。ごちそうでお腹がいっぱいになると、浦島はまた乙姫様の案内で御殿の中を残らず見せてもらいました。どのお部屋も、どのお部屋も珍しい宝石で飾り立ててありますから、その美しさはとても言葉では言い表せないくらいでした。一通り見てしまうと、乙姫様は、今度は季節の景色をお目にかけましょう。と言って、まず東の塔をお分けになりました。そこは春の景色で、一面ぼーっと霞んだ中に桜の花が美しい絵のように咲き乱れていました。青々とした柳の枝が風になびいて、その中で小鳥が鳴いたり、蝶々がまったりしていました。次に南の塔をお分けになりました。そこは夏の景色で、垣根には桔梗の花が咲いて、お庭の木の青葉の中では日暮らしが鳴いていました。お池には赤と白の蓮の花が咲いて、その葉の上には水晶の玉のように露が溜まっていました。お池の縁には
綺麗なさざ波が立って、白鳥やカモが浮かんでいました。次に西の塔をお分けになりました。そこは秋の景色で、花壇の中には黄色や白の菊が咲き乱れて、良い香りを立てていました。向こうを見ると、カッと燃え立つようなもみじの林の奥に白い霧が立ち込めていて、鹿の鳴く声が悲しく聞こえました。乙姫様は一番おしまいに北の塔をお分けになりました。そこは冬の景色で、野にはじりじりに残った枯葉の上に霜がキラキラ光っていました。山から谷にかけて雪が真っ白に降り積もった間から枯葉をたく煙が心細げに上がっていました。浦島は何を見ても驚き呆れて、始終目を見張っていました。そのうちだんだんぼーっとしてきて、お酒に酔った人のようになって何もかも忘れてしまいました。毎日毎日面白い珍しいことが次から次へと続いて、あまりにも竜宮が楽しいので、うかうか遊んで暮らすうちに三年の月日が経ちました。三年目の春になった時、浦島は時々久しく忘れていた故郷の夢を見るようになりました。春の日差しがポカポカ当たっている浜辺で、漁師たちが元気よく船歌を歌いながら網を引いたり船を漕いだりしているところを、まざまざと夢に見るようになりました。浦島は今さらのように、お父さんやお母さんは今頃どうしておいでになるだろうと、こう思い出すと、もういても立ってもいられなくなるような気がしました。どうしても早く家へ帰りたいとばかり思うようになりました。ですからもう歌を聴いても踊りを見ても面白くない顔をして塞ぎ込んでばかりいました。その様子を見ると乙姫様は心配して、浦島さん、ご気分でもお悪いのですかとお聞きになりました。浦島は困ったように言いました。いいえ、そうではありません。実は、家へ帰りたくなったものですから。そう聞くと、乙姫様は急に大層がっかりした様子をなさいました。まあ、それは残念でございますこと。でも、あなたのお顔を見る限り、これ以上お引き止め申しても無駄のように思われます。では、仕方がありませんね。こう悲しそうに言って、乙姫様は奥の方から綺麗な宝石で飾った箱を持っておいでになって、これは玉手箱といって、中には
人間の一番大事な宝が入っているのでございます。これをお別れの印に差し上げますからお持ち帰りください。ですがあなたがもう一度竜宮へ帰ってきたいとお思いなら、どんなことがあっても決してこの箱を開けてご覧になってはいけません。とくれぐれも念を押して玉手箱をお渡しになりました。浦島は、ええ、決して開けませんと言って玉手箱を小脇に抱えたまま竜宮の門を出ますと、乙姫様はまた大勢の従者を連れて門の外までお見送りになりました。そこには例の亀が来て待っていました。浦島は嬉しいのと悲しいのとで胸がいっぱいになっていました。そして亀の背中に乗りますと、亀はすぐ波を切って上がっていって、間もなく元の浜辺に着きました。では浦島さん、お元気でと亀は言って、また水の中に潜っていきました。浦島はしばらく亀の行方を見送っていました。浦島は海岸に立ったまましばらくあたりを見回しました。春の日差しがポカポカ当たって一面に霞んだ海の上に、どこからともなく賑やかな船歌が聞こえました。それは夢の中で見た故郷の浜辺の景色とちっとも違ったところはありませんでした。けれどよーく見るとそこらの様子がなんとなく変わっていて、浜辺で会う人々は全く見知らない顔ばかりで、向こうでも妙な顔をしてじろじろ見ながら言葉もかけずに済まして行ってしまいます。おかしなこともあるもんだ。たった三年の間にみんなどこかへ行ってしまうはずはない。まあ、何でも早く家へ帰ってみよう。こう、独り言を言いながら、浦島は自分の家の方角へ歩き出しました。ところが、家があったあたりには、草や葦がぼうぼうと茂って、家なぞは影も形もありません。昔家の建っていたらしい跡さえも残ってはいませんでした。一体お父さんやお母さんはどうなったのでしょうか。浦島はこれはどういうことだと繰り返しながら狐につままれたようなキョトンとした顔をしていました。するとそこへよぼよぼのおばあさんが一人杖にすがってやってきました。浦島は早速、すいませんおばあさん、浦島太郎の家はどこでしょうと声をかけますと、おばあさんはけげんそうにしょぼしょぼした目で浦島の顔を眺めながら、浦島太郎、
そんな人は聞いたことがありませんよ。と言いました。浦島は躍起になって、そんなはずはありません。確かにこの辺りに住んでいたのです。と言いました。そう言われて、おばあさんは、はてねえ、と首をかしげながら、杖で背伸びをして、しばらく考え込んでいましたが、やがて、ポンと膝をたたいて、ああ、そうそう、浦島太郎さんというと、あれは、もう、300年も前の人ですよ。何でも私が子供の頃聞いた話に、昔々この水の絵の浜に浦島太郎という人があって、ある日船に乗って釣りに出たまま帰ってこなくなりました。きっと竜宮へでも行ったのだろうということです、というお話がありました。何しろ大昔の話だからね。こう言ってまた腰をかがめてよぼよぼ歩いて行ってしまいました。浦島はびっくりしてしまいました。はて、300年、おかしなこともあるもんだ。たった3年竜宮にいたつもりなのに、それが300年とは。すると竜宮の3年は人間の300年にあたるのだろうか。それでは家もなくなるはずだし、お父さんやお母さんがいらっしゃらないのも不思議はない。こう思うと、浦島は急に悲しくなって、寂しくなって、目の前が真っ暗になりました。今更ですが、竜宮が恋しくてたまらなくなってきました。しようしようと、また浜辺へ出てみましたが、海はどこまでも広がっていて、どこが果てとも知れません。もう亀も出てきませんから、竜宮へ戻る方法もわかりません。その時、浦島はふと抱えていた玉手箱に気がつきました。そうだ、この箱を開けてみればわかるかもしれない。こう思うと嬉しくなって、浦島はうっかり乙姫様に言われたことは忘れて箱の蓋を取りました。すると紫色の雲が中からむくむくと立ち上って、それが顔にかかったかと思うとスーッと消えていって、箱の中には何にも残っていませんでした。その代わり、いつの間にか顔中しわしわになって、手も足も縮こまって、綺麗な磯辺の水たまりに映った影を見ると、髪もひげも真っ白な可愛らしいおじいさんになっていました。浦島は空になった箱の中を覗いて、なるほど、乙姫様が人間の一番大事な宝と言ったのは人間の寿命のことだったんだな、と
残念そうにつぶやきました。春の海はどこまでも遠く霞んでいました。どこからかいい声で船歌を歌うのがまた聞こえてきました。浦島はぼんやりと昔のことを思い出していましたとさ。おしまい。